こんにちは、イバジーハート研究所のナオジーでございます。ですね、電子レンジの方ね、今やってるんですけれども、要するにね、電子レンジで壊れやすいところっていうのをやってるんですけどね、前回の動画とかでもやりましたけれども、ちょっとおさらいするとですね、要するに接点がね、ダメになっちゃってですね、このね、マイコン式、こういうマイコン式のやつの場合はですね、ここに、なんだっけ、リレーがあるんですけど、リレーの接点がやられちゃうんですよ。溶けちゃうんですよ。要するに、負荷がね、L って言って、要するに誘導負荷って言って、コイルなんですよ。そうするとですね、逆起電力が働いてですね、火花放電して、それでね、端子がね、溶けてしまうんですよ。はい。これね、電子レンジのね、このインバーターじゃないタイプのやつっていうのは、この接点がですね、溶けるっていうことはね、みんな起きてるはずなんですよ。で、だいたい1年からですね、2年ぐらいでね、弱いものはね、行ってしまうっていうかね、溶けてしまってですね、不良になってしまうと。で、使い方にもよるんですけどね、最悪の場合はもう、本当に1年とかですね、2年ぐらいで壊れ始めるっていうようなことなんですよね。なので、それをね、解析するために、いろいろと、そのね、ノイズを取ったり、ノイズっていうかね、放電、火花の放電をしないように、いろいろと工夫したんですけど、ちょっとね、ダメでね、もう根本的にね、火花の放電を起こさない方法にしたんですよ。それはね、前回のね、動画にもあげましたけれども、このね、トライアックっていうのを使うんですよね、スイッチ。半導体スイッチですね。を使います。交流をスイッチできるやつ。それで、それの制御方法なん、制御のやつでね、ゼロクロスっていうのがありましてね。それだと、電源オンオフするタイミングはですね、0ボルトの時にオンオフするんですよ。なので、火花放電は理論的に起きないんですよ。はい、そういう方法を取りました。で、前回はですね、この結構ね、大きいですね、放熱板をつけたんですけど、今回はね、このくらいですね、このちっちゃいやつ、このちっちゃいやつね、はい、にしました。なので、これだとね、今やってないですけどね、ここにね、収まるんですよ、もう完全にね、収まります。ちょっとこうやってね、収まってしまうんですね、この中にっていう、この基板にくっつけることができる。はい。ただね、やっぱりね、僕はね、これじゃ納得いかないんですよ。これをね、今このくらいの大きさなんですけれども、このくらいの大きさね、はい、これをですね、このリレーとね、ほぼ同じサイズにしたいんですよ。要するに、このリレーをですね、取ってですね、このね、ソレノイドリレーにね、ソレノイドリレー、に、作ったね、ソレノイド、リレーにね、置き換えたいんですよ。はい。そうすればですね、これ、取ってですね、部品交換で済むんでね、こんな配線とかね、いろいろ考えなくていいんでね、それをね、ちょっと作りたいなと思って、いるんですけれどもね、まずね、この大きさで大丈夫そうなんですね。ちょっと今やってみますけれどもね、レンジにして10分スタート。はい、こういうふうになってますよね。これね、ほとんど熱くならないですね、やっぱね。うん。なので、このくらいの大きさであれば十分なんで、これはね、だいたいですね、この、リレーの大きさとそんなに変わらないんですよ。なので、このリレーのね、フレームをね、これアルミに置き換えちゃって、中にね、このね、回路を乗っけてしまおうかなと思っております。で、この基板もね、このソレノイド用の基板もですね、これね、ちょっと、大きい部品を使ってるんで、これもっと薄型のものができるんでね、そういう形で、
今後試してみます。はい、ちょっと消しますね。はい、やりましたけど、ほとんど熱くならないです。それとやっぱファンが回るんでね、結構なね、こう風量があるんですよ、この中。はい、だから放熱はね、確保するんで、もっとね、ちっちゃいやつでも大丈夫だと思うんですけど、このくらいの面積があればね、大丈夫だと思います。なので、まあ、このさっき言ったようにですね、リレーとですね、同じぐらいのね、ちょっと大きいかもしれないですけどね、この上にね、ちょっと高さがあるような感じで、この端子がね、横から出たりとかですね、いろいろちょっと工夫してみたいと思うんですよ。それで、最終的にはですね、このね、リレーと置き換えるような部品に、部品を作ってしまおうかと思っておりますんでね。はい。まだまだね、ちょっとね、この辺ね、まだ時間かかりますけれどもね、やりたいと思います。そうすればですね、壊れてもですね、ここの部分壊れてもですね、その部品に取り替えるだけでね、ソレノイドリレーにね、ソレノイドじゃねえや、ごめんなさい、ソリッドリレーにね、取り替えられるようにね。確かにね、ソリッドリレーっていうのはね、あるんですよ。僕も使ってるんですけれども、こんなでっかいんですよ。でっかかったりとかですね、するものばっかりでですね、このリレーと置き換えられるようなね、そういう部品っていうかね、なくて、あったとしても多分高いんでしょうね。なので、このアルミのケースを作ってね、そのアルミのケース自体が放熱板にして、中にですね、制御回路と、このね、トライアックをね、収納してしまうようなね、大体このくらいのね、大きさ的には、まあ、このくらいの大きさですね。このくらいの大きさに、のものにしたいと思っております。はい。まだちょっと時間かかりますけどね。一応ね、これでね、大丈夫なんでね。はい。要するに方法自体はね、間違ってないんで、はい。なので、あとはですね、小型化して、こう、端子とかをね、ちゃんとね、固定してですね、まあ、普通にね、置き換えられるよね、部品を置き換えられるような形にしていきたいと思っております。はい。僕がやりだすとですね、どうもね、納得いかないんですよね。どんどんですね、いろんな、こう発想も湧いてきますしね、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかと思いましてね、そういうのもね、大体ね、夜中寝てる最中に起きてですね、起きてですね、っていうか、思いついてですね、その場でね、部品をね、Amazon とかですね、秋月電機のところのホームページにつなげてですね、スマホをね、そんで発注したりとかしております。はい。なのでね、いろんなことをね、飛び飛びにね、やりますけれども、僕の考え方の中にね、全部つながってるんですよ。つながってるっていうのがおかしいんですけどね。要するに、風が吹けば桶屋が儲かるっていうね、ようなね、ありますけれども、みんなね、いろんなところで繋がってるんですよ。はい。なので、全然違うことをやってるようでね、実は全く違うところにも影響するということでね。今、例えば、まあ、リーマンショックじゃないですけど、今、なんかね、いろいろと地方銀行のね、アメリカの地方銀行の倒産とかありますよね。そういうのもね、わからないところで繋がってるんですよね。なので、頭で考えたとき、こことここは全然関係ないだろうって思ってることがですね、実は、回り回って関係してるってことあるわけですね。昔からっていうか、バタフライ効果っていうのがあると思うんですけど、例えば、バタフライ効果で、要するに、中国でね、蝶々が羽ばたくと、アメリカで嵐っていうかですね、そういうのになるというようなね、そういう理論なんですけど、理論というかね、要するに全然関係ないと思われてるものがですね、実は関係するんですね。僕もね、今、狂気とバブルっていうのを読んでるんですけど、この分厚いね、150年前にね、書かれたね、ものを読んだりとかしてですね、あと、恐慌の話、例えばですね、今、読み終わったのはね、こういうね、こういう、大暴落1929年の本ですね。これはね、1955年ぐらいに、
最初の初版が出てるんですけど、これずっとね結構ベストセラーなんですよ。あとはねこのリーマンショックのね本とかね、読んだりして当時どうだったのかっていうのをちょっとねいろいろと調べております。あ、並行してね、その中でね出てくるのがですね、あのいや今は大丈夫ですっていうね専門家とかね、あの公式見解はね、見解がね常に出てくるんですよね。大丈夫だ大丈夫だって。だけれども最終的には大丈夫じゃなかったっていうのが今までのね、なんていうんですかね、金融恐慌みたいなのがね全てそうです。はい、最初からね危ない危ないって言ったケースはないと思います。だいたい危ないって言うとですね、悪化するんじゃないかということでですね、危ないっていう意見をですねどんどん潰すにかかってるみたいですね。過去の話ですけどね、今は現在知らないですけどね、過去はみんなそうでしたね。はい、そんでまあ大丈夫ですっていう、例えば全然関係ありませんとか、あの過去の事例とは共通点ありませんと説明するんですけど、言うんですけれども、最終的にこう何が起きるかっていうと、形は違うんですけど類似ですね、同じようなタイプでですね、同じような経過をたどるっていうのはですね、もう歴史的にもねあるんでね、ほんで必ずですね、なんかそういうね恐慌とかね、そういう暴落が落ちた時にいろいろこうシステムがこうなってるから影響ありませんとかって必ずっていうかね、要するに過去の事例はねみんな同じこと言うんですよ。全く同じこと言ってますね。はい、だけれども、その全てがですね悪い方向に行ってるということなんでね、まあそういうことも含めてですね、いろいろとね世の中っていうのはですね全く関係ないと思われてるところがですね、どっかでつながっててですね、そのちょっとしたつながりがですね、後々ですね、ものすごい影響が及ぶっていうことがありますんでね。はい。なので、まあ、いろんなことをやっております。はい。ということだけですね。本来ね、ウォークマンとかね、こうやってるんですけどね、今もやってることはやってるんですけど、気にかけてるんですけどね、またね、やりますよ。はい。みんなつながってるんでね、はい。こっちをやるとですね、こっちでやってたことがですね、ウォークマンとかですね、オーディオにも生きると、逆もありなんですね。逆にウォークマンとかやったおかげでですね、こういうものとかね、そういうのがまあ分かるっていうかね、扱えるっていうかね、根本的に変える方法とかね、分かるようになってきたっていうのがあります。はい。なのでみんなつながってるんでね、あんまりねこう関係ないだろうなんていうね、ふうには思わない方がいいと思います。ちょっとなんか引っかかった時には必ずどっかにね、関係してると思いますんでね。はい。ということで、くだらないことを話してしまいましたけど、これからですね、またね、やっていきますんでね。はい。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもね、こういうね、しっくりしないのはね、気になってしょうがないんですよね。うん。なので、徹底的にですね、壊れないですね壊れない電子レンジにしていきたいと思っておりますんでね。はい。電子レンジはね、前も言ったように非常に今となってはね必需品です ね。それに使う本当に必需品だと考える人っていうのは本当に、ね、大変な人です。お年寄りでしたりとかね、元気な人なんかはね、お腹空いたらねコンビニ行きゃいいんですけれどもコンビニでもねレストランでも行けばいいんですけど、そういう人ばっかりじゃないんですよ。家から出られない人とかね、操作が難しいとわからないという人はねいますんでね。そんで冷凍食品とかね、レトルトなんかもそうですけれども、そういう保存食なんかパンと食べるにはですね一番電子レンジがいいと思います。ほんでね、意外にね電子レンジってね電気食わないっていうような気がしてきました。はい。なのでですね、例えば今ねまだ実験なんて全然してないし、こう発想の段階なんですけど、よくティファールとかで瞬間的にお湯沸きますよね。あれのね熱源というかね、それ電子レンジのねこのマイクロトロンじゃない、マイクロトロンじゃない、すぐ間違いない、マグネトロンで、ね、直接ですね温めたったらどうなのかっていうね実験ね、多分ね数秒ぐらいでね沸くんじゃないかと思ってるの、数十秒ぐらいですかね。
はい、なのでね、やっぱり熱っていうかお湯沸かしたりするときには周りを温めてですね、そこから伝導してですね水が温まっていくんですけど、電子レンジの場合はですね直接電磁波を与えてですね水分をですね沸騰させるんで、もしかするとですよ、そっちの方がですね効率がいいんじゃないかと。はい、ただねこういう大きいやつになるとやっぱり広く放射するんで、そうでもないかもしれないんですけれども、効率よくないかもしれないんですけど、極端な話ね、そういうあの一個用のね、なんですか、カップ、マグカップ一個分のね沸かすんだったらね、ほんと数秒かもしれないなと思ってね。なんかね、他の人で実験してる人がいてね、マイクロこのね、マグネトロンをね、の出力、電磁波というかマイクロ波ね、それを卵にね、直接ね、放射するっていうのがね、やってたんですけど、一瞬で爆発したんですよ。ということは、それだけ瞬時にそのね、パワーがあるっていうことで、爆発的なタワーがあるっていうことなんでね。はい、そんな卵を爆発させるのしょうがないんですけれども、要はね、もう一瞬でね、湧くようなね、そういうね、ものも、まあ、小型にね、できるんじゃないかと、はい、思っております。はい。ね、マグネトロンとかね、こういうのね、壊れたやつとかでね、持ってきてね、そういうのでね、作って、瞬間湯沸かし器って昔ありましたけど、本当に瞬間にできるかもしれないんでね。はい、そういうのもね、含めて実験もこれからやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。失礼します。ナオジーでした。どうもー。